高所から転落する人間がどうなるかご存知だろうか。もちろん、最悪の場合は死んでしまう。では、それ以外の場合は。例えば、ビルの4階から飛び降りたとしよう。個人差はあるだろうが、足から落ちたとすると、骨盤骨折と両足の裂傷は避けられないはずだ。足の底はパックリと割れてしまうだろう。傷口からは脂肪が小さな黄色い卵の粒々みたいに覗くわけである。それも最初のうちだけですぐに出血で真っ赤になり、潰れた果実とそう変わらなくなる。飛び職をしていた葉山さんはビル建築現場から転落して九死に一生を得た。よく人間は事故などに遭った時、死ぬまでの短い間フラッシュを焚くようにしてそれまでの人生を振り返るという。葉山さんの場合には地面に激突するまでの時間が異常に長く感じられるという形でそれは現れた。何しろ落ちてる最中、まだ落ちないのかと上下左右を見回す余裕があったというから驚きである。たった数秒の間に葉山さんは自分を見て驚いてわめいている同僚の様子や、たまたま自分が転落するのを見た通行人たちの様子をはっきりと覚えていた。後で確認したところ、彼の証言と目撃者の証言とはピタリと一致していたそうなのだ。ところがその証言の中で一つだけ一致しないものがあった。彼の事故現場の向かい側にはもう一つ建築中のビルがあって、こちらはほぼ完成していた。内装こそまだだったが、すでにビルとしての形は整っていて、作業員の数も随分少なくなっていた。そのビルの3階の一室に窓に沿って人間が鈴なりに並んでいたというのである。そして落下していく葉山さんをそれぞれが指さして、とても面白そうにゲラゲラと笑っていたというのである。白い歯をむき出しにしてゲラゲラゲラと。もちろん笑い声まで葉山さんに届くわけはない。それぞれの顔も細かく見て撮ったわけではない。というよりは、仮に近くであってもすぐに忘れてしまいそうな没個性的な顔ばかりであったという。それらのことを葉山さんははっきりと覚えているし、ビルのどの部屋であったかも指摘できる。だが、テナントが入れるような状態からはまだ遠いそのビルは、事実を先に言えばそんな大勢の人が一室にいるわけはなかった。いるとしたら作業員だが、葉山さんの話では絶対作業員の服装ではなかったということだ。また作業中の彼らが一室に集合していたということも考えにくい。まして窓際に鈴なりになって死ぬかもしれない人間を笑いながら見物するなど。では葉山さんが見たものは何だったのか。幻や見間違いでないとすると、それは そういうものがいるかいないかなんて考えたこともなかったけどね。命拾いをした代わりに
最初に説明したような負傷をした葉山さんは、最後にぽつりとつぶやいた。あれが死神ってもんなのかもしれないな。怪談朗読イベント開催決定。6月は横浜、7月は大阪で、ごま団子が生朗読します。詳細は概要欄へ。水難事故。俺は全然霊感とかないけど、盆に起きた強烈に記憶に焼き付いている話をしようと思う。今からする話は、もうすでに他界しちゃったけど、他県で警官やっていたおじさんが子供の頃によく話してくれた話。よく盆には水辺に近づくなというが、おじがまだ新米の頃、盆に数人の男女が高波にさらわれて行方不明になったそうだ。後日全員の遺体が見つかり、大したニュースにもならなかったらしいが、その事故は、叔父の同僚の中で知らない人間はいないくらい、署で有名になったそうだ。事故の数日後に、市民から遺体が打ち上がってる旨の通報があり、遺体が回収できたそうなのだが、その通報が問題で、打ち上げられた浜が普通の人間が立ち寄らないような場所だった。当然、近くに人は住んでいないし、名前はあるが、普通の地図には載っていないような浜。遺体を発見したというのに、通報先の人は全く動揺していない。しかもその人は明らかに女性で、極めつけは最後になぜか、本当にありがとうございました。と言って自分の名も告げることなく電話を切ったそうだ。これだけでも不思議なんだが、さらに遺体の上がった浜は海流的にたどり着くはずない場所だった。そして、通報してきた女性を事情聴取するため、通報先を探しても存在していない番号からかけられていた。また、回収された遺体の保存状態が信じられないほど良かった。などなど、ちょっとありえないことが続いていたらしい。事件性もなく、結局は事故として処理されたそうだが、署の若い人の中では当時この話で持ちきりだったらしい。叔父は直接電話を受けたわけではなかったそうだが、会話を録音したテープを実際聞く機会があったらしく、叔父曰く、あの全く感情のない声には心底ゾーッとした。だそうだ。すでに叔父は他界し、事実を確かめる気にもならないが、毎年この時期になるたび、この話を思い出す。この話はこれで終わりだが、別にこの話がトラウマなのではない。問題なのは、俺の夢。叔父と俺が一緒に泳いでいた夢だった。でも泳いでる俺は俺ではなかった。今でも鮮明に覚えている自分の長い髪と爪。
最後にこれだけは言っておきたい。本当に変な夢を見たら、自分の霊感とか関係なしに、絶対に流しちゃいけない。俺は後悔してもしきれない。おじさん、海に行くの引き止められなくて、本当にごめんなさい。白い服の女の子。当時私は精神的に荒れていて、よく大型バイクをかっ飛ばしたりしていました。その日もバイクで走っていたんですが、広めの幹線道路は渋滞していました。そこで道の左端をすり抜けて進みました。それなりに運転技術もありましたし、どうなってもいいや、という部分があったので、危険だと知りながら、それなりのスピードが出ていました。そして、渋滞している車が途切れているところへ来たとき、対向車線からファミレスに右折する車に、右側から当てられたんです。車も急いで右折してスピードがあったため、かなりの衝撃でした。今にして思えば一瞬のことでしたが、妙なスローモーションを見てるような感じで、バイクに乗ったまま、私は電柱が正面に迫ってくるのが見えました。その時、何か白いものが横から飛びかかってきて、私はそれに抱きつかれるような感じでバイクから落ちて、道の脇にある歩道に転がりました。転がるのが止まって歩道に仰向けになっていると、その白いものは私の体から離れました。それは白い服を着た女の子でした。その女の子は、ふぅと、ため息を一つつくと、危なかったね、と、微笑みました。そして、ふっと、消えました。私があまりのことに呆然としていると、肩を軽く叩かれ、耳元で、あまり無茶をしちゃダメよ、という声がしました。でも振り返っても姿はありませんでした。そうしてるうちにぶつかった車の人が降りてきて、救急車が来て、病院に運ばれて、と。私は足に軽い打撲があっただけで、ほとんど無傷でした。事故の大きさと比べると、奇跡的、と言っていいぐらい。私のバイクは電柱にぶつかり、ぐちゃぐちゃに壊れていました。後に警察に事情聴取に行ったとき、警官が、よくバイクから飛び降りることができましたね。そのまま突っ込んで、悲惨なことが多いんですが、私は飛びついてきた白い服の女の子を知っていました。その事故の3年ぐらい前に交通事故で亡くなった私の婚約者だったんです。病院で息を引き取る時の最後の言葉。愛してる。ずっと見守ってる。その言葉が鮮明に思い出されました。
実際のところ、私が見たのは幻覚なのかもしれません。でも、事故の時に着ていた革のジャケットが警察から戻ってきた時、歩道とすれて傷だらけになった背中の部分に、細い腕と小さい手の形で無傷の部分がくっきりと残っていました。彼女を失って自暴自棄になっていたのが続いていたんですが、その事故があってからちゃんと前向きに生きなければ、と。はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回は事故に関する話を3つ読ませていただきました。今寝起きなんでちょっと声とかあれなんですけども、いやーでもどのお話も怖かったですね。まあでも3つ目のお話はすごいいいお話でしたね。婚約者の人が助けてくれたっていうね、いい話でしたね。まあ冒頭で筆者さんのその精神状態が荒れていたっていうことで、まあなんかあったのかなと思いながら読んでたんですけども、最後の最後でその、ね、婚約者の方が、亡くなったことが原因で、まあそうなってたと。で、また婚約者の方の霊が出てきて、それで助けてくれて、ああ、このままじゃいかんなと。今度は前向きに生きなきゃなっていうそういうお話でしたね。やっぱり僕は絶対この世界に幽霊はね、いると思うんですけども、まあ昔からそう思ってるんですけども、でもやっぱこうやってこういうお話とか、あとはやっぱ怪談話とかたくさん読ませていただいてると、やっぱり絶対いるよなって、より思いますね。まあきっと事故を助けるために出てきてくれたっていうのもあると思うんですけども、その冒頭でもあったそのちょっと荒れていたっていうので、そこもね心配して出てきてくださったんでしょうね、その婚約者の方っていうのが。私がずっと見守ってるよっていう感じでね。え、ほんといい話だね。自分にも今後ね、そうやって思い合える人と出会うことなんてあるんでしょうか独身街道をまっすぐ進んでおりますがねえ。昔はさ、もうなんか、なんだろう。結婚ってめんどくさいなとか、なんか、別に子供も嫌いだしな、みたいな、結婚しなくていいや、みたいなね、感じでやっぱ思ってたんですけど、でもこの年齢を重ねるにつれて、なんで子供って可愛いんだろうとかね。あと、やっぱ結婚っていいよなって思いますよね。やっぱ、それはやっぱ周りの人たちが結婚したりとかして、で、子供を授かったりして、そういう様子を見てるからなのかもしれない。もう本当に昔の自分とは180度こう意見が変わってきてますね、本当に。で、僕は占いって、その、信じる、すごい信じるとか、信じないとかそういうのじゃなくて、なんかその人生のアドバイス的な感じで聞いたりすることが多いんですけども、まあそんないたことないんですけど、占いってね。で、なんかよく当たると言われてる占い屋さんに行った時にですね、まあ何年前かな、結構前に行ったんですけど、そしたら、僕の今の年から1年後、だから来年ですよね。来年に、なんと、運命の相手が現れるらしいです、僕の。ねえ、本当かいなって思うけどね。でもその人とひょっとしたら合ってるかもしれないみたいな、あなたなんかこう見覚えないかしらみたいな感じで言われたんですけども、なんかこれこれこういう感じでこういう外見でみたいな、なんか占い師さんに言われたんですけど、全然わかんなくて、ああそしたらじゃあ街の中でねこうすれ違ったりとかしてるのかもね、みたいな言われて、あ、そうですかっていう感じだったんですけど、本当かいなっていう。まあ
ちょっと脱線というか、あれなんですけども、しちゃいましたけども、3話目のお話読ませていただいて、やっぱりこう、思い合える人っていいなって、それはたとえ、その人が亡くなったとしても、亡くなった後も思い合えるというか、ね、そういう人に会えるといいなって思いますよね。はい。ということで、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。はい。ということで、なっか、俺、今見たら自分でびっくりしました。4分も話してたな、その、感想の部分ね。すいませんね、なんか長いお話しちゃって。えへへ、だって、そんな感じで、今回もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。この動画が少しでもよかったら、評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、そして僕の LINE、TikTok、インスタ、Twitter、スタンド FM の URL、そして、今度の夏に行う、怪談ライブの、イベントの概要、そして、応募 URL、概要欄に記載してありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。